お前も行ってなくない？俺中学校行ったし。お前俺ん家いたじゃん。お前すっちゃ一人目の候補行っていい？え、電話するの？どういうこと？そういうことよ。ジェン、おらふざけんなよお前。エブリバディ、エブリバディ。俺めちゃめちゃ寝起きやね。寝起きで何食ってんの？この間終わった後にさ、お前メールをタラタラ入れてたやろ。あ、あげてたね。どうだったみたいな。はい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 、はい、でお前あれなんかいらんことしてたんやろ。あ、あの後ね。うん、これってこれそれ流れんのかな、あの映像。え、撮ってたん？その時流せんのかな。撮ってたの全部。お前ほんま必死やまあ一回見てみろ。俺も分からんからどんな状況になってんのか。そうね、頑張っていきましょう。はい、じゃあね、バイバイ。はいよ。こんな終わり？ほんまにいいのこれ？わからん、わかんない。だって今笑おうとしてたじゃあとりあえず今日終了でいい？よかったじゃん。番組名決まって。で、なんかあったらまた教えてください。はい。一回抜けます。はい。はい。おいおいおい。これまあ撮ってる？撮ってます。あいつ今から LINE してくんのかな？これちょっと面白い。俺からどうだったって言ってみようかな。手応えどうって言ってみよう。どうだろう、どうだったって送ったら分かんないって送ってきた。俺手応えあったんだけどって言ってみよう。すごいよ。え、普段俺りょうちゃんのこと褒めないから褒めちぎってやったらいいんですよ、うん、このお前最高だっていうこのやっぱすげえ。俺結構でもいいなと思ったらいいって言うよ。だからちょっとその具合褒める時は褒めるよ。りょうちゃんのおかげで助かったわ。いや、もうちょっと、うん、もうちょっと踏み込めると。え、まずそれ送ってもう一個入れてみたら、うん、お前の相棒はやっぱ俺しかいねえなぐらいのテンション感、うん、面白い。うわ、それちょっとはずなんか。いや、だから面白い。それだから面白い。今後のなんか関係性に響いてくる。じゃあ任せます。お前の存在の大きさに改めて気づかされた。送った。おお。あ、読んだ。これちょっと恥ずかしい感じになるわ。これ今ちょっと返事返ってきたけど、やめよう。あの、普通に返ってきちゃったから、あ、やばい。ってしまったら、マジでりょうちゃんが恥ずかしい感じになると思う。じゃあやめとこう。じゃあやめとこう。ここで電話した方がいいかな。何？いやさ、今チャットまだ続いててさ。なんか俺普段こういうことあんま言わないじゃん。なんか割と普通に会話しちゃったから。俺さ今さ、うん、あのグループラインにさ、うん、お前のやつスクショして送っとろうかなと思って。なるほどね。俺はやめといた。うん。結果俺が恥ずかしくて終わるっていう。最近芸能人の人たちさ、手を洗う動画上げてんじゃん。いや、見たことない。どうやって洗う？手。俺結構ちゃんと洗うで。ちょっとやってみ。え、手やろ？あの入ってくるとこからやって。はい、手、はい、来ました。洗面台来ました。うん、水出す。はい、はい、出す。あ、ひねるタイプなのね。ごめん、じゃあ。いや、うん、ポンやん。オーケーオーケー。はい、で、水でちょっと濡らす。はいはいはい。で、ハンドソープ出すやんか。はいはいはい。で、ぐあ泡立てて、うんうん、手のひらまずガーって洗って。はいはいはい。で、ここガーって爪。おお。で、こっちやんか。うんうんうん。で、指間、うん、で、親指。はいはいはい。で、こっち側、うんうんうん、こっち側、
こっち側、うん、でここ手首のところ、まあ、はいはいはい、そうで終わりで、はい、流して、はい、石鹸流して、石鹸流して、水止め、はい、水止めんの、そうやって、あ、水、あ、こう止めるじゃん。どういうこと？そういうことよ。みんなこうやってさ、こうやって洗って丁寧にやってさ、最後、うん、こうじゃあ洗いました、ポンって止めんだよ、うん、そう、入ってきてさ、こう汚い手でこうやってあげんじゃん、そっから手洗って、うん、綺麗な手でこうやって止めたら、そこバイキンつくじゃんって思うんだよね。あ、そうだ、そこを抜けて、みんなさ抜けてて、ちょっと助け合っていこうね。 OK、 初めて、皆さんこんにちは、赤西仁です。錦戸亮です。今回何をするのかというと、前回あれやね、ロゴ決めるって言って、そうね、あ、そう、ちなみに名前がノーグッド TV っていうことになってんねんけども、まあ、お前何か考えた？なんとなくね。難しいね。難しい。え、もう書いてあんの？俺、うん、俺もうちゃんと考えてる。マジ？うん、先出そっか。お前、俺でも先出したらお前出しにくくなると思うで。ああ、もうそんな結構ちゃんとやってんだ。俺だってあの日から考えたもん。すげえな。え、お前美術の成績いくつやった？え、美術の成績、俺学校行ってない。いや、ちゃうやん、お前小学校も？小学校も美術とかないでしょ。小学校あるよ、バカじゃん、あるよ。小学校図工じゃない？図科工作、そうやな。うん、え、中学校は行ってない？全然行ってないよ。あんま言わん方がいいと思うぞ。もうほとんど言ってないの？もう、いや、ほとんどっていうか、あれ義務教育。お前も言ってなくない？俺中学校行ったし。お前俺ん家いたじゃん。お前すっちゃちょっと待って、お前違う、お前俺ん家住んでたじゃん、その時。中3ぐらいやろ、それ。じゃあ中学校だじゃん。ギリ2年行ってたら行ったやろ。結構行ってる。結構よ。あれ中3だっけ？いや中3じゃない、中3、高1じゃない。いや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 、まあ、結構だって。ちょ見せてみ、2、3年いたもん。いいよ、うん、いや、NG って書いてるってことやね。そうそうそう、うん、いや、全然いいと思う。手書きにできる、手書きでもいいと思うし。これいや、俺全部出したわ。うん、うん、G の線がなんか N だけ普通やな。この G さえクリアできれば。 G さ、うん、これじゃあかん。そっちの方がいいか、そっちの方がいいか。でもちょっと E っぽいねんな。うん、なんかなるべく無駄な要素を、うん、うん、LINE に、 LINE で見て。これ手抜きパターン。はいはいはい、これただもうロゴ並べただけ。はいはいはい。で次プラン B ね。はい。スタンプパターン。おお。で C パターン。あ、もうこれでいいじゃん。やっぱこれだよね。うん、これだよ。どれかっつったら C やろ、もう。うん、 C だね。え、あのテレビよくない？一生懸命作ったんだけど、あれ。うん、かわいい。ほんと、え、これ全部自分で描いたの？え、これ、え、作った。うん、すごいね。で、それプラスじゃあジンが作ったやつをどうにかして、このノーグッドのとこにやるとかね。うん、じゃあそれデータで作ってみるわ。じゃあで次何する？いきなり LINE 電話。いきなり LINE 電話だよね、いけるとしたら。あ、ちょ、ジンさ、これさ、 LINE でもしさ誰かに電話するならさ、ああ、今 iPhone でオーディオ録音してたやんか、ボイスメモで。うん、それが多分不可能になると思うから、なんか違うやつで録音しなあかんかも。で、俺かける人おらんから、お前かけてくれよ。ふざけんなよ、お前。今日のテーマは、ま、いきなり知り合いに LINE してみる。これは誰がおる？いけるのか。ちょ、あの、俺の一人目の候補いていい？え、電話するの？誰ですか？言ってみれば。言ってみなよ。ここも絶対カットだけど。あ、ちょっと待って、はい、カットだよ。あ、ちなみに LINE 何人いるんですか？俺、420人。あ、グループの下。
に友達ってあるやろ。 あるある。何人？206人。206人。ちょっと待ってよ、マジでかけれる人ってほんま限られてるっていうか、ちゃうねん、入っててもさ、こういう風に電話かけれるような関係性かどうかっていうところもあるやんか、正直。そうだね、俺それが少ないんだよね。いや俺もやねん、気軽に話せないというか。あ、そう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 、なんか普通に飯行こうよって軽く今電話できるぐらいの人じゃないと多分無理やんか。俺無理だね、いないな、マジでいないな。俺もおらへんね、これどうしようかな。俺マジで元相方しかいないな今。元相方って誰？大手？大手？一応大手。亀梨君か。じゃあ高雪。ああそっちか。マジちょっと待って、マジでいなくね？俺本当にいないわけよ。なんかこの人どうって名前出せる人も限られるやんかここで。そうね。うん。りょうくんのお母さんに産んでくれてありがとうという。でも割とさあれじゃない？言うよねそういうこと。うん。俺誕生日に電話してたもん。俺隣にいた気がするわ、俺それ。うん。どっかのタイミングで。ジェン。はい。おら。終わっちゃった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 。Everybody, move your body, baby.